無事。これがね、全然通常配信だったらね、もうね5分でも10分でも遅れて配信でするんですけどそう、ちょうどこう記念の配信でございまして、なのでちょっとさすがに時間ぴったりに始めたいなって思ったので、すいません、なんか全てにおいてすいませんっていう感じなんですけど、許してください本当にすいません。そうね、記念すべき日です。1800日、ありがとうございます。うわ、こいつはタワーだ。1800日おめでとう。誰、長月さん、1800日おめでとう、ありがとうございます。タワーありが1800日おめでとう。長月さん、ありが1800日おめでとう、ありがとう。今日は1800日配信のためにメイクしたんだけど、あんまり光の加減であんまりわかんない。まつげしてないし。ともゆきさん、1800日おめでとう、ありがとうございます。せーの、タワーありが1800日おめでとう。ともゆきさん、ありが1800日おめでとう、ありがとう。まだでも1799日なので、私が今ここでやめたら皆さんのタワーなぜでしょうっていうことになるんですけれども、それでもよろしいでございますでしょうかみんな明日も投げなきゃいけなくなっちゃう毎日1800日チョソケンさん、ハートありがとうございます。直吉さん、1800日おめでとう、ありがとう。せーの、タワーありが1800日おめでとう。直吉さん、ありが1800日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。みんなまだ立ってないよ。立ってないけどいいや。サプライズレバーさん、タワーありが1800日おめでとう。サプライズレバーさん、ありが1800日おめでとう、ありがとう。鉄道のエイトさん、タワーすごい、めっちゃ飛んでる。タワーありが1800日おめでとう。鉄道のエイトさん、ありが1800日おめでとう、ありがとうございます。あとじゃあ3分ぐらいでやめますそうです、ちゃんと15分配信します。やばい、めっちゃカラオケのあれ見えてる。カラオケの画面めっちゃ見えてた。そう、なんかあのもうそのままそのまま部屋はそのまま行っちゃったそう、もう切るのを諦めて、その気持ちよく歌ってたメンバーがもう切るのを諦めて、もう音だけ消音にしていきました。なので画面が映ると何を歌っていたか、何を歌っているのかバレちゃうちょっとでも私わかんない、48のグループの曲しかわかんないから何の曲か全然わかんないんですけど、たまごさん、1800日おめ、ありぴょんムービーはさ、画質よく撮りたいからさ。竹坊さん、としゆきさん、団子ありがとう。そう、今日ここいつものあの配信してるカラオケルームとは違うお部屋なので、そう、画面というか光がねあんまし良くないんですよ。そう、女優ライトがない部屋だから、
微妙そうだからちょっとピョンムービーをちゃんとしたところで撮ろうと思ってます。さすがに12時前にはレッスンはあるんで。久慈の大吾さん1800日おめでたわ、ありがとうございます。タワータワー、ありがー1800日おめでたわ。久慈の大吾さん、ありがー1800日おめでたわ、ありがとう。瞳は輝いている、多分画面の光をね頑張って取り込んでます。で、このなんかおめでたい1800日を記念して明日カラオケ配信を夜しようと思っているので、明日ぜひ皆さん見に来てください。待ってます。5周年の話、配信の話は一応マネージャーさんにはお伝えしたんですけど、マネージャーさんもなんか忙しそうだったから、その日オンラインの時に言っちゃったんだよね。だから忙しそうだったので、もしかしたら流れてるかもしれないので、ちょっと一旦そのマネージャーさんにね、明日も明後日も会わないんですよね、今日も会わないので、ちょっと LINE で聞いてみようかな。文章でね、文章で聞くこと大事。そう、いやまあ私もね口頭で聞いちゃったのが良くない、最初にそう、だからもう一回後で確認します。忙しい時に口頭で確認されても言われてもね、覚えてないよねうん、そりゃそう。ヨッシーさんペンギンありがとうございます。でも私は正直今何しよう、あそう、今日は1800日のためにメイクをしたの私だから見てほしい顔。いっぱい見て、これ鏡。あ、待って、ショールームの画面映ってただけだった。さっきカラオケの画面も映ってるわ、でも。よくない。どっちもよくない。そう、入り口も見えちゃってるので、あそこからもしも誰かが覗いたら私ちょっとアウトですね。こうやって見たらショールームの画面だった。ここ、これカラオケの画面だからダメ。ここ上、ショールームの画面です。ショールームの画面って見せていいのかな。わかんないや。適当です。私いつも。目キラキラしてる？そうさせた。そう、今日はカラコンを入れました。これはさくらさんのカラコンです。なんか入れてみました。5周年の日、他には仕事入ってない？あ、でも周辺でできればいいです、正直。当日じゃなくても、周辺で。他には仕事入ってないよ。1ヶ月後の仕事なんて基本まだ入ってない、何も。握手会とかぐらい。いつも1ヶ月後の仕事なんて、わかんない。アイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるのに、初めてのこれ好き。もう私右目ウインクできないんですよね。左もギリギリだけど。お、何、待って、
びっくりした。カラオケです。ジョイサウンドのなんかいろいろ流れ始めました、急に。私は何もして、私はカラコウィンクを歌って、アイドルなんかじゃなかったらを歌ってウィンクしただけなのに、私のウィンクで流れ始めた。やばいって、ビビるって。あとさ、ここびしょびしょなんだけど。絶対水こぼしたやん。最悪、なんかびしょびしょだった今。最悪です。絶対そこに物置きたくない。いや、私は見て、私の水は開いてない、蓋今日まだ開けてないから、びしょびしょだった。お願いだからこぼしたら拭いて。ビビった、ジュタジュタみたいな音流れたからめっちゃ焦っちゃった、ピトくんさん。桜餅ありがとう。やめてよ、1800日なのにバンされるのやだ。なんで流れた、わかんない、急に流れ始めた。めっちゃビビった。多分予約してたあれが終わったんだと思います。でもだからって言ってなんで急に流れるんだろう、めっちゃ怖い。シンクロワッサンさん、キリさん、1800日目、 T アリーナさん、ありがとうございます。ちょっとホラー、いやだいぶホラー。こうしよう、すごい私の充電器がもう乱雑に置かれてるのがバレるんですけど、まあいいや。クマもいるし。クマ、せめてクマ立てとこう、ちょっとかわいそうだから。ずっといるこのクマたち、うちにクマ来なかったのに。なんかさ、ファンのみんなに頑張ってもらったクマ、うちにまだ来てないんですけど。そのクマは来てないのに、なんでここにクマがいるんですか。ディスクさん、くまたかさん、1800日おめ、ありが、あ、1800日だ、イエーイ、ありがとうございます。万歳、わーい、万歳万歳。クマも見守ってくれてます、ありがとう。佐藤、何、わかんない、読めない、読めなかった、ありがとう。大政さん、一条寺光さん、マジカナバナナちゃん、直吉さん、桃天さん、ありがとう。1800日おめ、ありがとう。クマも見守ってくれてるよ。いや、クマは言ったんですけど、そう、もう届かないと思います。言ったけどもう多分届かない。ピコタンさん、熊高さん、塩野さん、 SVG さん、あちゃこさん、よしさん、スータンさん、ありがとう。1800日おめ、本当にありがとう。よかった、こうやって1800日に18時に配信ができてよかったです。ありがとうございます。なんかこの誕生日のクマは届いたんだけど、こっち何、なんかのクマが届かなくて。そう、エサシカさん、西くんさん、ありがとう。ヒロくんさん、ありがとう。1800日おめ、ジャボさん、1800日おめ、ありがとう。まあもう諦めました。昨日はお休みだったので、でもいろいろ頑張って書き物したりとか頑張りましたので、その書き物の頑張りは多分もうあと3日ぐらいで皆さん見れると思うので、楽しみに待っててください。タムタムさん、大政さん、1800日おめ、ありがとう。
今日はお休みじゃないです。今日はこの後レッスンがあります。頑張る頑張るクマ。ここの方が光が入る、目に。ここが一番入るんだけど、こっちよりも入る。こっちよりこっちの方が入るね。気持ち入る。レッスン頑張れ頑張る。今日はりんちゃんの卒業公演のリハがあります。りんちゃんも大変だよ。でも今日で一旦りんちゃんはもう沼公演には出ないから一緒に出たかったです、本当に。そう、でもやっぱ全員がねアンダーメンバーってなっちゃうと、やっぱりこう初日メンバーと一緒に出た時とかに、え、そこ違うんだけどってなったら困るからって言ってとか、いろんなスケジュール、メンバーとかのスケジュールの都合、大人の事情の都合とかでそう今日一緒に出られなかったので、最後りんちゃんの最後の日はね全力で お祝いしたいと思います。ギャローさん、ツッチーさん、1800日おめありがとう。イエーイ。半まで15分って言ったけど半までにします。配信メイクしたからメイクしたから、せっかく、あ、やばい、配信画面見えちゃう。ね、ハルピョンってめっちゃ可愛いってめっちゃ言われるんですけど、嬉しいこの間そう、あやねちゃんとかおだえりがなんか言ってたのが、なんか毎日会ってるから AKB のメンバーの可愛さを全然なんか実感あんまりできないけど、こう一歩外に出ると本当にメンバーってみんな可愛いんだなっていうのが分かるみたいな話をしてくれて、だってハルピョンなんて顔ちっちゃ、目でかみたいな感じじゃんって言ってめっちゃ笑われて嬉しかったですそう、やったーって思いました。おもろかった、顔ちっちゃ、目でかって感じじゃん嬉しいと思って、そう、お便りはマジで全部正直に話してくれるんで、そう、でも今の一番のお願いは歌声が可愛くなりたい。なんか私って本当にこうここで歌うと全然大丈夫なんですけど、あの劇場で歌うとなんかめっちゃ声低くなるんですよ。それがすごく嫌なので、なんか劇場で歌ってても多分緊張がするんだと思いますそう、緊張するんですよねきっと、人の前でいやお前アイドルだろって感じなんですけどお前10年間アイドルしてきてまだ緊張してんのかって言われるかもしれないんですけど、そうだからなんかねそれですね、はい。
収録されてるぴょんちゃんの歌声ふわふわ女子すぎて好き。ライオン、ライオン分かった？みんな私の一人ソロのところ、しないでのとこ、こうやって音源流したら怒られるんだっけ？アップルミュージックでも怒られる？ここ今の最後のパート、しないでのところ、私の歌声。でもラインはむずいよね。運命の歌とか、え、前回私何、あ、インエニウェイ、インエニウェイはね、一緒に歌ったのが斉藤ちゃん、斉藤春菜ちゃんとゆずかちゃん、吉橋ゆずかちゃんだったんですけど、そう、2人とも声可愛い系だから多分ミックスそう、一緒に歌ってるの分かるかな。長くやってても緊張しますよ、めっちゃ。ライオンハルピョンだと思ったところが、ことごとくサッホーさんでしたサッホーさんです。私のライオンはなんだっけ、格上のファイター、牙を向かないのか情けないぜっていうのと、あとしないでと、わ、すぐ出てこない、これてってって振りは出てくんのに、振りは出てくんのに、やばい、静かにして、静かにして焦る。あ、戦う、戦う、え、どんなんだっけ、赤一は観客席では残酷でも戦う者たちは聖なる儀式だです。ここ私の歌パート、戦う者たちは聖な、戦う者たちは聖なる儀式だ。でも私あやねちゃんと一緒のパートなんで、あやねちゃんも声可愛いんで多分わかんないと思います、ごめんなさいすいません。というかライオンを狙えって本当になんかすごい、歌詞はめっちゃ熱いし、なんか振りも結構ライオン感ガオー感出てるんですけど、なんかで曲調もね結構ズンズンって感じなんだけど、ただ歌ってるメンバーのみんなの声が可愛すぎてなんか中和されちゃってますよねわかります、言いたいこと。みんなのさ歌声可愛いじゃんか、だからなんかかっこいい感がねそう、自分で言うのもあれなんですけど、かっこいい感があんましうん、むずい。でも頑張ります、これから先歌うことがあるのかわかんないけど頑張ります。だって運命の歌とかさ、最初にもらった時で、そっから次その時の武道館、ピュアリーナだっけ、武道館だっけ、どっちかで1回だけ歌ったっきりで、そう、その後全く歌わなかったんですよ、ここまで。なのになんか急にゆいりさんのあの公演のあれに入ってて、そう、久しぶりにこうねレッスンして、なんか自分オリメンだこの曲って思いながらリハしてました、この間。でもこうオリメンとしてこうやって揃えてるんですけど、
なんか揃えたんですけど、でもやっぱ先生なんか折り面だけで そのダンスの先生に習った後にその出る直前にメンバーだけで揃えた振りがあるのね。千織さんとかが、千織さんとかトムさんがすごいここはこうしましょうみたいな感じでそう揃えてくださったんですけど、でもその後にこう先生を呼んだ、先生を呼んでまたレッスンをすると、そうやって先生と その意思疎通はできてなくて、これで固めましたみたいな感じで、そう意思疎通ができてなくて、で結局この今回の公演をするにあたって、こうその初日メンバーで揃えたのね、次は振りを初日面だけで。そしたらその折り面で揃えた振りと初日面で揃えた振りが違うんですよ。でももう初日面で揃えちゃってるから、もうそれは変えられなくてそうだからなんか振りがいっぱい存在するわけじゃなくて、なんかここ止めるとかここで止めるとかっていうところを、あの今回用ってか多分これからこうなっていくんですよ。もう多分前回が前回だけバージョンみたいな感じだったんでそうなので、これからはもうここは止まらなくなりました。涙流すのは運命の歌のところ止まらないらしいここだけ止めるらしいそういうのとかよくありますね。でもまあみんなで揃えたのを共有してもらえれば全然私は何でも大丈夫です揃ったのが共有していただけれるなら。 A ダッシュさん1800日おめありがとう、タワータワーありがたわ。 A ダッシュさん1800日おめでたわ、ありがたわ、ありがとう。振りは変わっていきますね。はい、そう揃えるのがむずいっていうのもあるし、この時に揃えた振りがその別の時にその揃えたメンバーがいないとそうやって揃わないんで、そうずっと揃ってるってことがないですね基本的には。だからその本当にそのなんだ、桜の花びらたちとかはゆきりんさんがすごい綺麗に揃えてくださってたので、なんかあるんですけど、これがこうだっていうのがあるんですけど、やっぱ先生たちの中でもさ、こうずっと覚えてるわけじゃないからさ、先生たちもどんどん先生たちの中でも変わっていくんですよ。でメンバーたちの中でも変わっていくから、もう何が正解なんだろうっていうのがわからないですそうだからその時その時に揃った振りを私たちはもう揃えてやってるって感じなので、その時に揃ってるって感じだから、多分昔の振りと今の振りを見比べたらなんか指違ったりとか。この間コンサートでオネストマン披露したんですけど、すいませんこの話終わったら終わりますね、オネストマンの話終わったら。もう全然もう先生も全然なんかこれ間違えてたわみたいな昔教えたのこれ間違えてた、これだったわみたいなよくあります。はい、とかハッピーエンド、ごめんオネストマンの次ハッピーエンドの話するんですけど、ハッピーエンドもオネストマンと同じ先生が教えてくださってるんですけど、ハッピーエンドも私たちってすごいゆいゆいのさセンター曲だから、初期から結構ハッピーエンドが作られた当時から私たちはその先生に振りを習ってたんですよ。そうでこの間そのゆいゆいたちと一緒にその初日面とアンダー面とみんなでハッピーエンドのリハした時に、私あれなんか違うなと思ったんですね。えこれってグー1じゃなかったっけと思ったら、ゆいゆいも同じことで悩んでて、そうだからやっぱりもううちらはもう初期からもうこの曲めっちゃやってたから、可愛いキュート選抜みたいな感じで、そうだからもう体に振りが染みついててなんか違うっていうのが分かっちゃうんですよ。だから先生たちにもそう言えちゃうみたいなえ違うよねみたいな、ゆいゆいと喋って、えやっぱ違うよねってなって、そうそうそう、だからメンバーも覚えてる、でも先生も覚えてる、なんかみんなだからみんなそれぞれ、そうだからもうでも本当にその時に揃えたいっていう気持ちはめっちゃメンバーみんなにはあって、だからそのコンサートでこう揃えるっていうのもあったりとか、公演でこう揃えるっていうのもあるので、なんかあれ違くねみたいな思うかもしれないんですけど、あのその時に揃ってたら OK にしてください
はい、以上です。ということで、ちょっと腕も疲れてきたし私もこの後レッスンがあるので終わりにしたいと。あ、待って、最悪、びしゃびしゃのところに携帯置いてない、ギリギリセーフだ、危ない。ということで、この後レッスン頑張っていきたいと思います。1800日皆さんありがとうございました。それではランキングを読みます。あ、なんか、あぶね、どれ、1位直吉やっと1800日本当におめでとうさん、タワーもありがとうございました。2位、鉄道のエイトやっと1800日おめでありがとう。3位ともゆきさん、タワーもありがとうございました。4位長月やっとはるぴょん、いつもありがとう、いやこちらこそありがとうございます、タワーもありがとうございました。5位サプライズレバーやっとぴょんずさん、タワーありがとうございました。6位くじのだいごさん、タワーありがとうございます。7位 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます、タワーもありがとう。8位てつやアットハルピョン、大大大好き、私もありがとう。9位アシュラアット波動ナウ、え推しの1800日はねえ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 、推しの1800日と山部さんの生誕祭どっちが大、あ、生誕生まれた方が大事か負けた負けたぜ。10位としゆきやっとぴょんずさんありがとうございます。11位マクミックさんありがとうございます。12位ギャローさんありがとうございます。13位ヨッシーさんありがとうございます。ということで、いやもうそりゃ私の配信1800日より人の生誕の方が大事ですわそりゃそう生まれた日の方が特別に決まってるということで皆さんありがとうございました。おめでとうとお伝えください山部さんに。ということで、それでは、1800日ありがとうございました。また明日からものんびりのほほんと配信していこうと思っているのでよろしくお願いします。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、次のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで16,670盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本春奈でした。1800日本当にありがとうございました。またね、バイバイ、レッスン頑張ってきます、バイバイ、クマ。